違う動機だぞ。まあいいや、また早く乗る。440円ね、安っ。さっきのだから ETC ね。あー、こうなっちゃうのね。そう、自転車、そうか、取得が間違えたんだな。いや、帰ろう帰ろう。あと13分、やばい。10分あればいけるか。で、ナビ元へ戻る。ナビ設定じゃねえ。わからん。自宅登録されてね。ダメだ。およそ300m 戻ろう戻ろう。すごい、タクシーがすごい走ってるよ。ピッピッピッ。ETC 乗りときましょう。イジェクト入れとこう。これあとね、ドリンク新しいからドリンクホルダーもついてていいよね。
長長これあれかな、あ、いや中央通りから行った方がいい、早いから、まああんまり変わんない、変わんないと思うけどね、変わんねえ、中央通りなんで阿弥陀池筋で行った方が早いかなと思ったけど変わんないよね。でこの時間だから超安全運転になりました。前のやつとかそうだ、めっちゃ車間これ電車怖いよな、赤信号無視で。はい、なにま筋です。帰ってきました。機械にセットしないとダメだってこと探せばあるんだよね。どうぞ。到着、ね、そこのタッチにカードを合わせるとロックがかかって終わりです。はい、いやーこのウェイクいいよね。あ、よく見たら若葉マークが貼ってあるよ。若葉マークね、懐かしい。さあ帰ろう。ちょうど30分乗りました。
阪神高速ね、環状線、30分あれば十分楽しめるね。1回乗るのは440円だ。で、高速道路が440円ぐらいっていう中ね、夜間割引も含めてね。だから夜880円あると結構ね楽しめます。はい、で軽がいいね、あの高速道路はね。夜中の今3時ぐらいですね。ね、夜中のコインランドリー。このね、ホンダ車早いんじゃないかな。今度借りてみてよな。で、あとこれスイフト、スイフトもね早いんだろうね。はい、以上、タイムズカーシェアで遊んでみたって話です。